ステムクラッシュダウン君の刀でダウンレッツフーヤー。皆さんこんにちは。今日も始まりました黒川敦彦のチャンネル翼からのユダヤマネーをぶっ壊す。はい、本日は、イギリスポンド暴落崩壊に向かう世界経済でございます。はい、まあ金融業界では相当話題になっております。ポンドがめちゃめちゃ下落しているよというのと、イギリスの国債の金利が高騰している、つまり、国債の価格が暴落しているという話がございます。一番下がった時からは、まあ、かなり戻ってきましたので、まあ、ある程度今戻ってるんですけど、まあ、ここの谷の部分ですね、急回復はしたものの、しかし問題は、まあ、ずっと下がってますよっていうことなんですね。ポンドは下落してますよと。これ今円安だって言ってる話と、まあ、かなり近いものがあるんですけど、イギリスも、まあ、相当不穏な状態にありますよと、いうことでございます。まあ、同じく、こちらの国債の方の、金利も上昇が続いていると。まあ利上げしてますから、そうっちゃそうですが、もう一回言いますけど、金利が上昇しているということは価格が下がっているということですね。まあこういう状況にあるわけです。戻ったとはいえですね、こちらが、イギリスの、まあ、為替等の変動率。変動率でいうと、まあ、市場空前の水準であるよということでございますから、まあ、これは要するに不安定だということですね。じゃあ今イギリスと、ポンドに何が起こっているのかというのが、今日の解説のテーマでございます。まあ、イギリスといえばですね、まあ、ロスチャイルド様の国なわけでございますね。まあ、最近、新国王、になられたチャールズ3世の胸を、こづくエバリンド・ロスチャイルド氏の写真でございますが、まあイギリス王室よりロスチャイルドの方が上なのかという説がございますが、私も残念ながらそうなのかなと思うわけですね。イギリスといえばイギリスと病と言われて久しいわけでございますね。かつては派遣国家だったイギリス、派遣国家イギリスのその派遣が今アメリカに移ったという状況でございますが、しかし、ロスチャイルド家も、その本拠地をまだまだイギリスに、置いている状況においてですね、これイギリスがついに沈むのかと、いうような状況があるわけですね。しかしウォール街に並ぶ金融市場の中心である、ロンドンシティなども含め、どうなるんでしょうかと、いうことですね。こちらは各国主要国の、対外純資産の、数字ですね。日本が対外純資産はナンバーワンであると。まあ2020年末のこれ、比べた数字でございますけど、ぶっちぎりでアメリカがマイナスでありますが、アメリカよりはマシですけど、イギリスは、ワースト2位と、イギリスは世界2位の、対外債務国と。まあ言い換えると借金をしている国だと、いうことでありますね。まあ日本とイギリス似てるような面もあるんですが、日本は、お金持ちの国、他国にはお金を貸している国、イギリスは他国からお金を借りている国、この大きな違いがございます。イギリスの課題は、日本と似ていますと、類似しているところは、両国とも島国であり、独立した通貨を持っており、成熟した経済であると。違っている点は、イギリスはもう産業が金融業に特化している、また借金が多い国でありますよと、いうことです。イギリスは海外投資家からの、資金を集めていくこと、ロンドンのシティを中心とする金融業でお金を集めていくことで、なんだかんだ、国民が生活をしていると、日本の場合は、もともとものづくりの国ですから、今はだいぶ、まあ、海外現地生産が増えてしまっていますけれども、しかし、輸出をして、まあ、収益を上げて貿易黒字を経て、円を高くしていったと、対外債権国、他の国にお金を貸している、黒字の国になっていったという、まあ、
ここはイギリスと日本は違うわけですね。今回新しく首相になっているトラス、新首相が、英国で 25.5 兆円の経済対策を、発表いたしましたと。これは1972年以来の大型減税、景気対策ですよと。まあ、ある種、ちょっと減税ですから積極財政ではないですけど、経済対策をドカンとやると決めましたよということと同時に、ポンドと英国債が、大暴落しましたと、いう事態ではあります。まあ、しかし、ポンドと英国債は、ある程度戻っていますから、この経済対策だけがダメだったということではないかとは思うんですね。でトラス首相も、ポンドが下がったからといって、政策を撤回すべきではないと、このまんまやっていくよと、いうことでございます。しかしながら、金融情勢が不安定ということですから、やろうとしているこの大型減税がですね、実行できなくて、結果的に増税になってしまい、景気後退に陥る可能性も、高まっていると、不安定ですよと、本当に、このイギリスの経済対策は実行できるんですかという、問題があるとも見えるわけですね。だからポンドが急落したわけです。そもそもずっと、ここ1、2年と言ってもいいかもしれませんが、ここ1年顕著なのは、もうとにかくポンドと、国債価格が下がりまくってきたと。さらに、今回、トラス首相の、発表後、ものすごい暴落と、ポンドの暴落と、債券の金利上昇、つまり価格暴落が起こりましたよと、こういう状況にあるわけですね。あったわけです。これらに対して9月23日、米国のサマーズ元財務長官のインタビューとして、イギリスは沈み始めた新興国のようだと発言をしています。こう思われてもしょうがないわけですね。国債の金利上昇と通貨急落が併存するトルコのようだと。当チャンネルでもトルコは定期的に特集してきましたけれども、もうトルコといえばもはやハイパーインフレの状況に落ち込んでおり、実質的国が崩壊になっています。そのトルコよりは当然マシですけれども、状況としては、金利上昇と通貨急落が併存している、やばいですよと、米国の、金融情勢、財政政策の専門家も言っていると。さあ、先ほどのトラス政権が、出してきた、減税対策、これはただの人気取りとして終わるのかと、本当に実行できずに終わる可能性もありますよねと。それとも、かつてのサッチャー首相のようにですね、改革を実行し、この沈みゆくイギリスを、沈むことを止めることができるのかと、今瀬戸際にありますよということですね。これはちょっと庶民的な感覚の話としてですね、今イギリスのガソリンが1リッター300、日本円換算で309円ぐらいになっちゃったよっていう9月30日の、記事でございますけれども、もともとイギリスのガソリン価格っていうのは、これ、税制も違いますから、日本と一概にこれ直接比べることもできない面はあるんですが、しかしながら日本人の感覚して言うと、1リッター309円とガソリンがと、高いですよね。もっとひどい国のコメントが出てますけど、香港は今1リッター600、日本円換算625円ぐらいしますと、そんな話も出ていると。スイスが、日本円換算で、320円ぐらいだと。日本のガソリンが高くなって困るという情勢ですが、他の国はもっとひどい、ところもあるよと。まだ日本というのはおかげさまで住みやすい国ですよね。イギリスというのはなかなか、ヨーロッパ全般に物価が高いですよね。こちらももともと大きく問題になってきました。イギリスの若年者失業率と、ここ近年高いということが問題視されてきました。20%、若年者の 20% が失業していると。
まあ、こういう若者の不安がですね、イギリスの EU 離脱につながっていったわけでございますけれども、私ちょっとびっくりしたのがですね、まあ、こんなに下がっていたんだと。まあ、下がったって言っても 9% ぐらいはあるんですけれども、かつての 20% を超えているところから考えると下がっていますねと。それはやはり一つは、イギリスの EU 離脱で、移民受け入れを減らす方向に今動いているわけですから、まあその分国内の若者の失業率は改善したというふうに、まあそこは見ていいのかなというふうに思います。まあしかし、今インフレの対策で、利上げをしているんですから、まあ減税しているとはいえ、利上げするんですから景気が崩れる可能性はあるわけでございまして、またせっかく下がっているこの若年者失業率も今後どうなるのかという情勢です。こちらサッチャーさんですね。まあ有名な政治家の方ですけど、サッチャー政権が発足した時はもうだいぶ昔、1979年、イギリス中がストライキが起こっているような、超絶不景気なところでございまして、この時に、やったのがまあレーガノミクスを真似たような、政策であり、富裕層の、税を軽減する、景気刺激策を行いましたと。まあそれによって、まあ場合によっては新自由主義を加速したというような、批判もあるわけですが、まあ格差拡大は起こった。しかし、まあ日本でもある労働組合、既得権益者の労働組合と、対決することで、経済をむしろ活性化させたという、これは成果も出している面があります。そして82年のフォークランド紛争で勝利したことにより、翌年の選挙で圧勝し、安定的な政権を、持ってですね、その後5年の任期で、まあよく言われる鉄の女と言われましたけれども、改革を、しっかりと実行したという方ですね。まあイギリスにはこういう歴史的経緯があります。今のトラス政権というとですね、現在の、景気後退に陥る可能性を、回避するよと、景気刺激策、減税対策において、景気後退を止めるんだよと、言っています。まあそういう主張ですね。しかしそれに対して、金融市場に参加する人たちは、持続不可能な公的債務がさらなる金利上昇と景気の悪化を招くよと、まあこういうふうに不安があるわけですね。まあ、最近流行りの MMT 的な概念から考えると公的債務は借金じゃないよみたいな話もございますが、しかしながらすでにまあイギリスの、インフレ率もちょっとすいません最新の数字忘れてますけど、まあ 9% とか 10% とか、ある状況においてはですね、なかなか公債の乱発による積極財政というのも容易ではない、状況にあるわけです。イギリスはすでに非常に苦しい状況にあり、トラス首相は、とりあえず口で言っただけでは、信頼の回復が困難な状況でも、あります。それにより投資家たちは、30年前のポンド危機を、懸念し、今回のように、急激に下がるという局面に陥ったと。これも有名な話として、イギリスにはポンド危機がございました。1992年9月のことでございます。このポンド危機の時に、ジョージ・ソロスがポンドを、売りまくり、すごい儲けたよという、まあ、逸話がございますが、まあ、その時に、イングランド銀行がソロスの売りに対して防戦を行い、みたいな、まあ、大、戦争が行われたわけでございますけれども、まあ、当時は、イギリス経済が低迷し、ポンドが過大に評価されているということで、ポンドの売りに、ソロス以外も乗っかって、ポンドが、非常に下がったと。これが、まあ、ポンド危機ということでございました。これはありました。まあ、今回も、このような、今となってはイギリスの国力から考えたときにもっとポンドが安いんじゃないかと、市場の、人たちは思ってしまっていると、懐疑的に見ていると。過去の情勢を見ると、欧州為替相場メカニズム、ERM をイギリスは脱退し、当時ポンドは変動相場制へと移行しました。またイギリスはユーロを導入することはなく、まあ断念と書いていますが、まあ望んで、
ユーロを導入しなかったのかなという気もいたします。1993年には欧州各国に、通貨危機が飛び火し、ERM は大幅な再編を、求められました。まあ、そんな中で1991年1月にユーロの運用が開始いたしました。ユーロと切り離れて、ポンドの状況で運営されたイギリス経済は、その後結果的にですね、むしろ、2008年まで失業率が改善し、安定経済成長をしたり、インフレが安定したりという状況がありましたと、いうことでございまして、まあイギリスのポンド安というのが悪いことばっかりでもなかったよという見方ではあるんですが、まあしかしながらですね、ずっと通貨安、ポンド安が続いていいと考えるのは、まあ、まずいと、いうことでございます。これは日本も私は同じという考えです。ちょっとこれで日本の、円安の話に、入らせていただきます。日本でもですね、最近もう円安円安って言われて、まあ困っているので、日銀は、円買いの介入を行いましたよと、いうことがございました。まあ一時141円まで、円が急騰いたしましたが、すぐに結果的にまた145円付近まで戻ってきてしまっているという状況ですね。まあバーンと円は上がりましたけど、また戻ったよと。まあ要するにですね、まあ効果はなかったということです。これはまあ正論から言ってもですね、もう目先の為替介入で何とかしようとするんじゃなくて、政策を転換することにより円を安定させていくべきと思います。この日銀の為替介入に関してはですね、まあ、規模から考えると 3.6 兆円分ぐらいの為替介入だったというふうに、推計され報道されています。その財源は120兆円ある外為特別会計からの資金でございました。過去の円高で、まあ、円介入をした、米国債をたくさん持っているわけですね。円高だった時にむしろ米国債を買ったんですから、いや円安なんだから米国債を売れというまあ見方はあるわけで、それで言うと今回は米国債を売却したわけです。しかも120兆円も米国債を持っているわけですから、本当に売ろうと思えばもっと別に売れるわけではあります。ドルを売る余地はまだまだ日本としてはありますよと。ですので、まあ、日本は対外に債権を持っている、対外債権国でもありますし、直ちにこの円安で突然日本がハイパーインフレとか、ハイパー通貨安みたいなことには、まあ、さすがにまだならないのですが、まあ、しかし、まあ、そもそも米国債を売ることは、米国からの了解がないと不可能と。まあ、一説によると今回の 3.6 兆円の、米国債売却による、円買いの介入も、相当米国に頼み込んで、ようやく 3.6 兆円分だけやらせてもらったという、声が聞こえてきております。まあ、実際そうかなと思うわけですね。まあ、3.6 兆円ぐらいだったから、まあ一応なんか日銀もお前、全く仕事をやらないというわけにもいかんだろうと。まあ、まあ米国としてはまあいいよということだったんだと思うんですが、いや、じゃあ30兆円売っていいですかというと、まあ、おそらく、ぶち殺されるだろうなと思うわけですね。ということで、米国債は実質売ることは、まあ、できませんと。できませんと笑っていても いけないんですが、まあ、今のところはできない。まあ、そして、ドル円の為替市場は、もう巨大市場のためにですね、日本単独で為替介入しても、もうどうこうしようとするのが間違いであり、さっきも言いましたけど、政策転換により円を安定させていくべきだと。また、これとは別に、バカみたいに米国の言う通りに米国債を買うという情勢もそれは日本としてはおかしいですよと、まあ、そういうことを含めての対米自立ですよということではあります。今回の、円買いは日本単独での介入でございました。前回の円買いに関して言うとですね、1998年これですね、まあそもそも、円買いの介入をするケースなんていうのはまあなかなか今までに少なかったわけです。どっちかというと円高で困ってたんですから円を売る方向の介入が多かったわけですね。前回の1998年の円買いの、介入では、世界での、他国との協調介入を行いました。
ですので、まあ、一定その流れが変わったという効果が見られました。しかし今回、単独であり、また、まあ、金利を変えたり財政政策の方針転換もない中でですね、突然 3.6 兆円、円を買ってもですね、まあ、それはどうしようもなかったということでございまして、まあ、最終的にはもう145円付近にまで、また円が下がっちゃっていると、効果なかったということです。まあ、これらの流れを見てですね、まあ、ボルガー FRB 元議長がですね、1980年代に、原油高や日独の工業製品輸出拡大で、アメリカもイギリスと同様に、インフレと不景気だったと、それを解消したのが、まさにこのスタグフレーションが起こっていたと。これ今のイギリスや日本が、同じ状況ですね。これを解消したのが財政拡大と利上げの組み合わせによるものだったと、これを当時レーガノミクスと言っていたということです。しかしながら一方でそれは金利上昇とドル高によって双子の赤字、よく言われるアメリカの経常赤字、財政赤字というものを生み出すことになってしまったと、副作用もあったよと、いうことですが、しかし一定、スタグフレーションの解消という意味では、レーガノミクスは、まあ、効果を発揮したと。まあ、このレーガノミクスをパクったのがアベノミクスであったわけでございますけれども、まあ、金融緩和はやったんですが、財政出動の面においては、アベノミクスは正直、中途半端でございました。ですので、結局デフレが終わらず、まあ、今にまで至ってしまっていると。まあ、本来はこういうことを、日本でもやろうとしていたんだと、まあ、いうことです。まあ、いずれにせよしかし何事も副作用はあるわけですね。そしてアメリカでいうと、その後1985年に、かの有名なプラザ合意で、ドル高を是正しますと。日本も、まあ、これにより急激な円高になり、それによって半導体産業が大崩れしたりですね、まあ、いろんな日本としては大変な、まあ、マイナスを食らったわけですけれども、まあ、しかしアメリカ様が言うことですから、これはまあしょうがなかったというか乗らざるを得なかったわけですが、このアメリカのプラザ合意により、日本、まあ、米国の金利や、失業率が、低い位置で安定することになり、そういう意味では、減税や景気刺激策と、利上げの組み合わせは有効であったと。しかし、劇薬でありますよと。アメリカが非常に強い基軸通貨を持っているドルだから、また、日本に対して、命令しても日本がはいはいと聞いてくれる強い国だったこそ、できることであり、これ同じことをですね、日本ができるかというと確かに簡単なことではございません。で、今となっては、ドルがまた高くなりすぎてですね、世界中で、まあ、逆に円やポンドは下がりすぎて、通貨危機の様相を呈していると。まあ、これも、あまり急激にドルが上がることも、世界全体にとっては良くないと思います。これ今ですね、ドルインデックスと、世界の通貨の中で他国通貨と比べてドルがどのぐらい高いですかという、指標ですが、まあ、もう近年まれに見る、ものすごい高い位置に、ドル一人勝ちという状況になっています。このバカみたいに高かった時が、プラザ合意の、前ですね。まあ、その前に金本位制を終えることによって、まあ、こんなことになっているわけでございますけれども、まあ、ドルがここまで高いことが大丈夫なんですかということが問題になり始めているということでもあります。今米国や EU の利上げにより、世界の金融情勢は極めて不安定になっております。利上げしてるんですから、金利上がるんですから、お金を借りれない人、お金を返せない人がたくさん出てきて、景気崩壊するというリスクはやはり普通に教科書的に考えると高いんですね。で、ここに来て、日本の急激な円安、またイギリスの急激なポンド安、これは共に、注視すべき、問題でありまして、日本やイギリス経済が大崩壊するとしたらですね、もうそれは世界中に波及するんですね。
ですので別に日本イギリスだけの問題だということではありませんと。まあ、結局世界経済が崩壊することになりますから、まあこれは世界の問題であると、ポンド安の問題も、私も、まあ、非常に気になっているということで、動画にしてお伝えしております。何より世界中がコロナ禍で、世界中の事業者個人が借金漬けになっています。日本だけではありません。その借金の返済が本格的に始まりつつあります。そこに来て利上げですから、借金がさらに返しづらい状況になるわけです。まあやはり平たい話、世界恐慌が起こってもおかしくないような情勢ですよと、いうことでございます。はい、この辺でまとめになりますが、じゃあ日本はどうしたらいいのかと、いうことでございますが、私はまあ急激な行き過ぎた円安というのを放置すべきではないと、いう立場でございます。円安の対策、まずはですね、とにかく、一つ目、国力を落とさないと。まあ為替の問題だけではなくてですね、まあ本質的に日本の国力が落ちているよという足元を見られているということもございますから、もう何より、新産業を作る、ここに対する支援、予算投下絶対必要です。特に若者に対する予算投下絶対必要です。そして何より科学技術に対する投資絶対に必要です。この3つともやっておりません。もう自民党公明党の人たちの顔を見てください。とにかく自分たちの既得権益のあるじいさんたちのところで金を回し続けると。その結果本来国がやるべきことをやってないから国力が落ちている。これは変えましょうと。そして日本は、財政出動をやはりすべきであると。日本のインフレ率もじりじり上がっておりますが、他国と比べた時にですね、まだ高くないわけです。若者に投資しないこと、新産業に投資しないことの方が長期的にリスクでありますから、今となってはこのインフレのリスクというものもあるんですが、私はまあそれでも財政出動をし、とにかく、前向きに資金を稼げることに、予算を投下していくべきだというふうに思います。3番目、公共支出の中身を大転換すると。私はもういわゆるゴリゴリの MMT 論者の人ほど MMT 的な、政策を過信しておりません。とりあえず国債発行したら大丈夫というそんなことはございません。公共支出の中身も変えましょうと。もう今絶対に変えるべきなのは過剰な医療投資ですね。これはもう完全に利権になっていますから。なんでこんなにワクチン打つのみたいな、儲かるからでしょうみたいな、まあ陰謀論ではなくそういう状況もあるわけです。いやそうではなくて、もっと他の業界、しかも、経済を回すところにお金が行くように、私は、利権にお金を出すんではなくてベーシックインカムのような形で国民に直接配るべきだと。そうしなければ、まあ既得権益を持っている電通とかパソナとか、そういうところにばっかりお金が行って本当に頑張る新産業を金が回らないと思っておりますので、ベーシックインカム必要だとずっと言っております。4番目、円安対策のための、レパトリ減税などもありますよと。これは海外から国内に資本を戻すときには、減税措置をするというような、方式の、減税措置です。こういうものも、他国でも、成功した事例がありますので、まあ、ここまで円安になっていればこういうこともやっていくべきだろうと思います。はい、そして私は、これ何度も言ってきたんですが、ゼロ金利はやめた方がいいと思っております。これやれば円安はある程度止まるはずです。しかしそれと同時に財政出動はした方がいいと。この組み合わせはまさに、本日ご説明した、レーガノミクス的な政策でございます。今景気がまだ日本の場合まあ良くないから、金利を上げるのはまずいという話がありますが、しかし変な金融バブルを生んだり、変に企業を甘やかしている情勢にあるわけです。利上げにより倒産する企業もあるでしょう。また住宅ローンが一部破綻したりする可能性はあります。しかしこれは、財政出動も同時で行うんですから、本当に困った人は救えばいいんですね。でも例えば金利が安いからって言って投機用に物件を買っていて、まあなんか昔儲けてたけど金利が上がったら破綻しましたよっていう人はですね、それは申し訳ないですけど自分で選んでリスクを取ってやったんですから、それはしょうがないです。
それを分けないといけないということなんですね。金利を下げすぎることによって、金融バブル的な領域にお金が回ってですね、本来もっと若い人たちで真面目に働く人の給与を上げなければならないのに、そういうところにお金が回らないわけです。ですので私はこの利上げと財政出動の組み合わせが必要だと。で、金融業界は本来の仕事をすべきなんです。詐欺みたいな金融商品を作るのではなくてですね、金融緩和で有望な企業を見つけ出して融資し、その企業がしっかり働いて金利をつけて、資金を回収、返すと、これが健全な資本主義でございまして、こういうことができる若い人や若い起業家を育てていくというのが、非常に必要なことです。私ももともとベンチャーへの投資の仕事や、国の事業なんかと連携をして、ベンチャー育成の現場におりました。おりましたので今もこれが大事だと思っております。なんですが、私が結局政治の分野に来たのはですね、国が新産業や本当に頑張っている人たちに資金を回すという、財政政策、金融政策を打たないという方向に動いたので、私は金融業界を辞めて政治を変えようと思って、今に至ります。イギリスや、日本で円やポンドが下がっているというのはですね、私は一時的な問題ではないと思っておりますので、特に日本においては国の構造を変えていく必要があると強く思います。はい、本日の解説は以上でございます。最近毎回紹介しておりますけれども、統一教会本部前でのデモから始まりました新しい国民の運動と、翼の党以外の、面々とも一緒に、活動をし始めております。次回公式行動は、緊急事態条項反対全国デモ行進でございます。11月3日東京新宿アルタ前集合、13時から1時間凱旋をして14時からデモ出発でございます。5日名古屋、6日大阪、13日仙台、23日福岡、こちらのデモの時間は午後を予定しておりますが、詳細は検討中でございます。最新の情報は、オープンチャットを作りまして、そちらで、作戦会議などもしながらデモをどうやって盛り上げようかという話をしております。緊急事態条項反対という方はですね、ぜひチャットにご参加してみていただいてですね、ぜひ、いろんなアイデアや最新情報を取っていただいたらと思います。下のコメント概要欄に、リンクを貼っております。よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただいても動画がたくさん拡散されて嬉しいです。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで、黒川敦彦でございました。世の中良くなりゃ楽しいな、頭と元気出して。